ん、こんにちは。ただいま人気上昇中、松島キッズの癒し系ブルーインパルスジュニアです。熊谷市にブルーインパルスジュニアが来るのは22年ぶりとなります。本日はジュニア24年初フライト、ユーモアあふれる地上30センチの空の世界へと皆様をご案内します。本日のナレーションは副市長田口裕次郎がお届けします。離陸前に皆様にお願いが2点ございます。1点目、演技中は大変危険ですので、囲いの中に手足や顔、スマートフォンなどは絶対に入れないようにお願いいたします。パイロットへの餌やり、おひねりも投げ込みもおやめください。皆様の温かい歓声や拍手が大歓迎です。2つ目、小さなお子様からは絶対に目を離さないようにお願いします。ジュニアからも目を離さないでください。以上のことを気をつけて一緒に楽しみましょう。それでは演技開始までもう少しお待ちください。本日の展示飛行を行うパイロットの入場です。6番機山東空港野辺健吾。
5番機関東空港菅野優斗、4番機関東空港根本幹也、本日が初デビュー3番機空港佐々木真一、2番機関東空港上本大輝、1番機伊藤空港長田イザーム。以上6名のパイロットによる展示飛行をお楽しみください。無事に点検が終了しました。ゆっくりと一機ずつ前進し、離陸滑走を始めます。
開始です。まず最初は1番機から4番機によるサンブレイク。扇形の体勢を維持したまま会場を一周して皆様にご挨拶。これは走っているのではございません。今日、天空飛行です。ダイヤモンドクロス、最後に分かれた横1列に並んだ6機が中央で現役を交差します。お疲れ様でぶつからないあらはらドキドキプレーをご覧ください。ダイヤモンド体系の4機の間を5番機、6番機が高速で引き抜けます。
横一列に並んだ6機が円を描きます。ジュニアの演技で一番神経を使うめちゃむか科目、天使オーバータウン、ジエスのトレール体験から大きなデルタ体系へ移行し展開します。デルタ体系の機体間隔は約 1.5 メートルの状態からなんと75センチまで狭まっていきます。続いてコーヒーカップ、デルタ体系で侵入してきた変態は遊園地のコーヒーカップのようにくるりと可愛らしく回ります。データ体系の熱帯は会場いっぱいに走り込んできます。続いて4番機が離脱し初めて動くデータ8、追いつくためにパイロットは手に対する必死に操縦しています。Taking over your body, it's flowing through your mind.
タロッチは中央に集まり円を描く渡辺です。今度は外側に小さな円を描き大輪の花を咲かせるひまわりです。小さなデルタ台形を取る 3×3 から1列のトレーン台形へ移行します。負ける大きさですが、気持ちではまた増えるはずです。5番機は一度離脱し、残りの動きでローリングしないコンパクトピッチ。1列に並んだ編隊が次にブレイクしていきます。まもなく中盤、皆様が待ちに待った航空機です。見てください、5番機の後ろをくるくると、かわいらしいブルーが一歩より多めに回っております。無事に演技を終えようとしています。
着陸態勢に入りました。それぞれの停止位置に止まり、フィニッシュです。皆様、お楽しみいただけましたか。13時10分にも展示飛行を行いますので、見ていってください。この後のイベントもぜひお楽しみください。それでは最後のご挨拶、知ってる方はご一緒に、せーの、バイ、 Thank you。